はい、マスオゲームズでーす。はい、今日もですね、マスオのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で、今回はね、ようやく、ネザー要塞に行って、ウィザースケルトンの頭を取りに行きたいと思います。イエーイ。はい、でもね、ただ取りに行ってもね、なかなか効率的じゃないのかなと思って、前回は、剣にね、ドロップ強化3をつけたりとか、防具を、整えたりしました。で、それだけでもね、ちょっとね、どうせだったら他のもなんか作りたいなと思ってね、実はね、ある施設を作りました。それがね、まあ簡単に言うとこんな感じの施設。まあもっと本当は凝ってるんですけど、はい。こんな感じの施設でして、ここを登るじゃないですか。まあ、トラップですね。ウィザースケルトントラップを、ネザーで作れないかなと思ってね、一応実は作ってみたんですよ。で、これ25マスなんですけど、この間23マスね。そうするとね、このぐらいダメージ食らうんで、こういった形の、場所を今ね、実はね、ネザーの、ネザー要塞のあたりに作りました。かなりね、やられまくったりっていうか、それを作るにあたってマグマダイブしたりとかして、アイテム少なくなったり経験値がねほとんどなくなったりとかしちゃったんですけど、ちょっとね今日はそれまだ作っただけなんですよ。でそれがね実際にちゃんと使えるのかどうかっていうのもね、その解説しながらちょっと確かめていきたいと思います。はい、ということでウィザースケルトントラップですね、今回は。はい、じゃあまずね、こちらのね、トロッコ、鉄道に乗って、向かっていきましょう。はい、これずっと前作った砂漠の駅からの、ジャングル駅まで行きましょう。はい、これでジャングル駅まで行きまーす。いやー、結構ね、大変だった。ほんと全部作るところもね、撮ってたんですけど、あまりにもね、やられるしね、グダグダだったんで、もう作った後の紹介でいいやってことでね、こういう風になりました。で、まずね、ここがね、ジャングル駅です。で、もう一つ、電車というか、駅を経由して、そこに、あれ?トロッコがないな。行っちゃったのかな?トロッコ。ないですね。なんでだろう。よし。で、ゴー!回収したのかな?まあ、はい。ということでね、向かいまーす。まあ、この駅の先がもうね、要塞ですね。いやー、結構大変だった。ほんと。はい、このね、要塞っていうかネザーのこの橋を渡って、で、さらに何でもないポイントを、何でもないポイントね、ここ何も駅でもないポイントを過ぎ去って、こちらのネザー要塞に到着でーす。あ、これね、襲われた後ですね。襲われてガストに襲われた後ですね、今のはね。よし、ということでこういう風に向かうんですけど、前回ね、ゲットしたアイテム、は、こちらに実はしまってあります。はい。ダイヤの剣などなど。なんかすぐ、ネザーって死んじゃいそうだったり、僕、マグマダイブしちゃいそうなんで、預けといたんですよね、一番最初に。いや、これがね、大正解でした。しなかったらね、僕すぐ、やばいことになってましたね。はい。で、ここのね、ネザー要塞を、進みます。でね、どこでそのね、トラップを作ろうか迷って、ほんとね最初ねここにしようと思ったんですよ。ここだったら下にも何もマグマしかないし、なんか変なモンスターが湧かなくていいかなと思ってあそこに作ろうと思ったんですけど、ちょっと危険すぎるってことでやめて、この辺り、ここにね、こういう風に作りました。じゃじゃーん。はい、この視点見づらいか、こういう感じですね。ちょっとね、荒削りですね。本当にね。このような施設です。で、この下にね、こうずーっと掘ってって、
まあ、さっきの、 あの高さ23マスって言ったところと同じですね。はい、こういう風に、上から落ちてきて、ここのこの一段高くなったところにこう着地する予定になってます、ウィザースケルトンが。で、ウィザースケルトンって高さが 2.2 なんかなんですよね。だからこっからはね、出られないと思うんですよ。だからここでね、生け捕りという形ですね。で、まあチェストとか埋まってますけど、これは掘った時のやつですね。で、さらに下にいた方が多分ね、そのウィザースケルトンが湧きやすいんじゃないのかなと思って、ちょっとさらに下にも少し掘ってみました。ということでね、今回はこちらの施設が本当にね、ちゃんと働くのか試していきたいと思います。まずウィザースケルトンは暗くないとダメなんですよね。はい、だからこれとかダメね。うわーお、ちょっとバカ野郎がいたぜ。そう、こいつもね、厄介だったんですよね。こう掘ってる時にどっかから現れるんですよ。どこから現れてるのかね、ちょっと分かりづらかったんで、対処がうまくできなくて、じゃあほら、分かんないでしょ、これどっから現れてんだよ。じゃあまずちょっと掘ったところ開けていきます。これでウィザースケルトンが来たら、あ、ここ間違えて蓋つけてるな。ここはいいか、こうしとこう、行きましょうか。落ちるでしょ。で、こっから暗くします。暗くしないとウィザースケルトン湧かないからね。よし、湧くかな、本当に。これがちゃんと働くか、すごいね。ウキウキですね。働かなかったら、うわ、お前か、お前か、やばい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 、アホ。よし、そう、ブレイズがね、厄介なんですよね。ここもちょっと暗くしときましょう。だいたい暗くなったかな。で、ここもか、ここも消して、ここも消しましょうか。これで、これでもう見える範囲真っ暗ですね。じゃあこれで下でちょっと待ってみましょうか。はい、もう一つ下にいた方がいいのか分かんないですけど、ひとまずちょっとね、ここにいたいと思います。ここで落ちてくるのかね、ちょっと待ってみましょう。はい、来るかな。分かんない、なんでだろう。ここ行こうかな。やっぱ下の方がいいのかな。そしてまた上に戻ると、上に戻るっていうか、ここに来るとどうだろう、湧くかな。ガーン、何がいけないんだろう。お、来た。お、落ちてきたわ、一応。すげえ、一応これは成功かもしや。なんで君がここに湧くんじゃい。はい、ということでですね、今回は残念ながらこのウィザースケルトントラップは失敗に終わってしまいました。まあ規模が小さかったせいか、スポーンしなかったのか、あとね、どんな失敗の要因があったのかなんてね、考えて、もし改良できて成功したらいいなとは思います。ちょっと今回ね、本当に残念で失敗しちゃったんですけど、ちょっと自分でいろいろまださらに改良して試してみて、ダメそうだったらもうね、普通のこちらのね、ダイヤの剣でちょっとね、攻略というか、ウィザースケルトンの頭を集めていきたいと思います。いやー、残念ですね。皆さんにお見せしたかった、本当にウィザースケルトントラップうまくできたところ。はい、ということで、
今回はね、失敗な動画でしたけどね、それでも最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。次回またしっかりやっていきたいと思います。はい、悔しい。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。